はい、皆さんこんにちは、花坂じいさんです。今日はですね、ガーデンシクラメンとビオラとアリッサムの寄せ植えをしてみたいと思います。ガーデンシクラメンはですね、別名ミニシクラメンと呼ばれてますね。これですね、綺麗ですよね、これね。これがガーデンシクラメン。はい、であります。原産地はですね、地中海沿岸で桜草科の宿根草、球根性なんですね。そしてビオラはですね、なんと三色スミレと呼ばれています。これですね、今日はですね、イエローとオレンジ用意してますけどね、別名三色スミレ、原産地は北ヨーロッパで、ね、スミレ科の一年草なんですね。これ前にちょっと置いてみますね。そして、アリッサムはですね、別名スイートアリッサムというですね、3株用意してますけど、まずこれがホワイトですね。それと、これがパープルというですね、であります。この3株をね、植え付けていきたいと思います。まあ、寄せ植えですね。まあ、ガーデンシクラメン、まああれなんですけど、とりあえずね、これにこのね、アイリスオヤマさんのね、こうマラチに入れていきたいと思います。まずマラチをね、2杯ぐらい入れます。こんな感じですね。であとちょっと揺すります。こんな感じですね。はい、これでマラチは終了ということですね。あとですね、そうですね、ね、植えていくんですけども、ある程度入れないですね。風が強いんですよね、今日ね。すいません、申し訳ありません。風が強いので、落ちてしまいました。はい、ということでね、もうこんな感じでバーッとこうちょっとね、あれしましたけどね。普通、まあ、順番にね、皆さんから見て奥の方からね、植えていきますけど、これがガーデンシクラメン。まあ、綺麗ですよね。皆さんから見たらこっちが前になると思うんで、これを真ん中に植え付けます。いいですか。はい、そしてね、サイドにね、これがこう引き立つように、アリッサムですね。アリッサムをね、ちょっとこうサイドにね、添えてみようかなと思います。同じく白、白のこのアリッサムの方がですね、このガーデンシクラメンが引き立ちますよね。ですから、まあサイドにこう固めるように置いて、そしてその前にですね、向かって皆さんが左、こうビオラを入れて、オレンジですね、右サイドにこの、イエローの、ビオラを置いて、そして最後にまたこれですね、リッサムを前に置いて、植えようかなというふうに思います。あとはね、土を入れていくだけですね。ちょっとね、リッサムが低めなので、これちょっと入れますね、土をね。そして、はい、こんな感じです。そうですね、このビオラもちょっと低めなので、この上にちょっと入れたいと思います。はい、こちらのビオラもちょっと低めなので、土を入れて、はい、あとね、この間に、入れていきます。はい、こんな感じでね、あと入れていきますね。
どんどん入れていきますね。こういったものでね、ちょっと長いものでちょっとついてあげるといいですね。あの土がねこう空いたところに入っていきますからね、ついてあげるといいかもしれないですね。はい、でまた空いたらね、そこに土を入れてあげるということですね。ちょっと空きましたのでまた入れますね。空きましたからね、あとまた、ビオラとですね、アリスさんもいただいてます。それとまた、ガーデンシクラメンとね、アリスさんもの間も空いてますから、ここちょっと入れていきます。はい、入れていきます。はい、そしてここちょっとまたつきますね。ずっとついてね、しっかりね、土が入るように、はい、隙間がないようにしていきます。あとね、手でね、また指で、この縁をですね、ずっと押してあげるといいかと思います。そして一個ずつね、ちゃんと植わってるか確認をするということですね。アリスサムと白左右ガーデンシクラメンってちゃんと植わってるかなと。はい、でこれでね、大体これちょっと右で見てもらいますけど、くるっと回しますね。こんな感じで寄せ植えをしました。はい、あとはね、あれの箱入れましたので、こういったものでね、虫とか病気が来ないようにシュッシュッシュッと一回消毒しておくというのと、一月に一回いいですからね、虫が来たらまたその都度排除するということですね。そしてこういった固形肥料、まあ、月に1回でいいですね、いいですから、これ2粒ずつぐらいね、あげると。うちの鉢に、端の方にあげてくださいね。真ん中にあげると根が痛いますからね、できるだけ離れたところに、鉢の縁がいいかと思います。鉢の縁ですね、それちょっと埋めとけばいいと思いますんでね。あとね、こういったものでね、先ほど言いましたけど、ハイポネクスで水代わりにですね、一月に1回から2回ね、水代わりに1000倍に薄めてあげられるといいのかな。そしたらね、もうバンバン出てきますからね、もうへえってまだ出てくるのって感じでね、出てきますから、ぜひね、あげられたらいいんじゃないかなというふうに思います。あとはね、まあ、リスサムだったら摘心をしたりとか、ビオラも摘心をしたりとかね、してあげるともっとこう張ってガッとね出てくると思いますんで、また摘心の時、もしくは、まだいっぱいされた時にね、動画投稿したいと思いますんで、ぜひまた見てほしいと思います。今日はね、ガーデンシクラメンとビオラとリアリスサム、この3種のね寄せ植えをやりました。皆さんもぜひやってください。最後になりましたけどね、いつもコメント高評価ありがとうございます。非常にね、皆さんのコメント高評価で力になってます、エネルギーになってます。そして、チャンネル登録もね、ぜひしていただくと私のガソリンになります。登録がガソリンになりますんでね、皆さんが登録していただくと、私が投稿した時に皆さんの、携帯とかパソコンにね通知がいきますので、非常に便利です。今画面の真ん中に私の似顔絵が出てますけど、ここをクリックするだけなんで、ぜひね最後まで、ぜひとクリックをお願いします。また最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。